三森鈴子は日本の声優、女優、歌手。東京都出身。響き所属。レコードレーベルはポニーキャニオン。ミルキーホームズおよびミュルスのメンバーでもある。愛称はミモ、リンなど。宝塚音楽学校を受験し最終試験にまで残ったが不合格となる。かつては黒川鈴子名義でミュージカルや舞台を中心に活動しており、 出演していた舞台で、声優事務所、響きの親会社である、武士ロード社長の北に孔明に声をかけられ、響きへ移籍し声優活動を開始した。それ以前は、駒沢大学に在学していたが、中退したと述べている。また、アイドルユニット、キューティーパイのメンバー、スージーとして2009年7月から10月まで、活動していた。また、声優ユニット、 ミルキー・ホームズのメンバーとして各種音楽活動やバラエティ番組への出演も行っている。2015年第9回声優アワードにてミューエスの一員として歌唱賞を受賞。2015年12月31日ミューエスの一員として第66回 NHK 紅白歌合戦に初出場した。2016年7月から10月までの間には自身初となる。 全国ツアー、三森鈴子ライブツアー2016グランドレビューが行われた。このライブツアーでは、アルバム収録曲を自由な順番で披露するスタイルを取った。このツアーに備えて本人は筋力トレーニングを行ったが、あんまり効果はありませんでしたね。結局肺活量が大事なのかなぁと思いました。2017年4月30日、月間部主ードと BLT 編集部。 BLT ボイスガールズ編集部が制作した自身を題材としたトレーディングカードボイスアクターカードコレクションボリュームレイチ三つ森鈴子ギュギュッとミモリンが発売された。2018年1月13日夜東京スポーツにて報道された岡田和地下との交際を自身のツイッターで認めた。2019年4月12日正午に 双方の SNS を通じて結婚したことを発表した。声優として活動を開始してからは、一旦従来の舞台出演は途絶えていたが、2016年1月5日から1月11日まで上演された舞台、カードファイト、バンガードバーチャルステージにて、かつてテレビアニメ版、カードファイト、バンガードで声優として自身が演じていた役として、 5年振りの舞台出演を果たした。2017年からは、現在に至るまで、ミュージカルとアニメがクロスするメディアミックスプロジェクトである少女歌劇デビュースターライトに、神楽光役で出演を続けている。デビュースターライトへの出演にあたっては当初、自身を声優へと導いた北により出演を打診された際、それまでは自分の中で舞台への思いは完結しているとして、 その場では断ったものの、一度考えてみるように言われ、再考して、出演を決めている。その後は、2019年11月から2020年1月に、かけて、長期上演された歴史ある名作である、ブロードウェイミュージカル、ウエスト、サイドストーリーのシーズン1に、アニータ役で出演、レビュースターライト出演を機に声優と、舞台女優を両立させて、精力的に活動している。 株式会社、デックスエンタテインメント社長やブシロード副社長を務めた実業家の黒川文雄は三森のいとこにあたる。2010年10月14日、ロンドンにて声優グランプリでは某有名イラストレーター、奥寿司へむろ奥寿司ろみ名義で読者からのお便りにちなんだ自作のイラストとコラムを披露している。なお、奥津司ろは自身の芸名を ローマ字表記した、三森鈴子を逆から読んだもの。テレビ神奈川、キッズ劇場の最終回では、探偵オペラミルキーホームズの紹介もあって、本人とシャーロック・シェディンフォードさらに、キッズ猫耳コ,コーナーの猫耳熊さんも加えた3役を一人でこなしていた。また、探偵オペラミルキーホームズの作中でも、猫耳熊さんのパロディが登場している。 新宿ロフトプラスワンで行われた、得意青空のトークライブ、ミラクル青空ナイト青空、襲来にシークレットゲストとして登場した際には、猫耳ミクマさんのテーマ曲を披露した。女優、歌手の神田さやかとは、中学時代のクラスメイトかつ友人であり、2015年8月28日の、アナメイロサマーライブ2015、ザ・ゲートマイナス1日目で、三森がミューエス。 神田がトラストリックとして出演した際に再会を果たしている。宝塚音楽学校受験をした関係で、元宝塚歌劇団、雪組娘役トップアイカアユなどの宝ジェンヌの友人がいる。憧れている、身近な先輩として、ゆりゆりなどで共演している、加藤英美里の名を挙げている。特技はダンス。趣味は料理、感激、歌。グループ活動については、 キューティーパイ、ミルキーホームズ、ニューエスそれぞれの項目を参照太字はメインキャラクター。 2010年に2 0 1 1年2 0 1 2年2 0 1 3年2 0 1 4年2 0 1 5年2 0 1 6年2 0 1 7年2 0 1 8年2 0 1 9年2 0 2 0年二 ,2021 年2010年代 ,2020 年代 ,2020 年,年,2008年,2010年2011年に ,2012 年2013年 ,2014 年2015年 ,2018 年2019年2 0 2 0年2008年2010年2011年2012年20 2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2010年、2011年、2012年、2013年に、2014年に、2015年に、2016年,に2016年に、2017年に、2018年。映画ドラマアニメはインターネット配信は、実写出演ミルキーホームズでの活動については、ミルキーホームズを ミューエスでの活動については、ラブライブのディスコグラフィを参照写真集トレーディングカード。ありがとうございます。